久方ぶりだね。前回あんたに送った贈り物と写真はもう受け取ってくれたかな。旅を計画してくれてありがとう。今回はこのスモモの花をあげるよ。行楽の季節になったし、今日は私の誕生日でもあるから一緒にお出かけしない？昔は誕生日になると私にお菓子をねだられないように師匠がよくこう言ってたの。長寿麺をいっぱい食べてって。口ではそう言うんだけど、町に出るとお菓子をいっぱい買ってくれたんだ。その後は劇を見てブランコに乗って遠足に行くの。大瀑の花より多くの人が集まって春風に吹かれながら歌って踊ってた。すごく賑やかだったよ。まるで昨日のことのようで、思い出すと心がポカポカしちゃう。でもずっと思い出に浸ってたらもっと綺麗な景色を見逃しちゃうでしょ。私の誕生日だから今日は私が予定を決めるね。遠足にお花見。あ、お菓子も忘れないで。さあ準備できたら出発しよう。春は短し、もたもたしてる時間なんてないんだから。リース書。